ゲオルゲディマ音楽アカデミーは、ルーマニアクルージュナポカに本部を送るルーマニアの音楽大学大学である。1919年に設置された。ハンガリー王国時代の1819年にルジチカ、ジェルジュが音頭を取って、音楽協会が設立されたのが始まり。これが1837年に音楽院に改祖され、翌年にはオラトリオの公演も行った。 1902年の秋からトルダラギコルダ館の2階に移転。1919年にトランシルバニアがルーマニアに活場されたことに伴い、ルーマニアの作曲家、ゲオール・ゲディマオ学長としてルーマニア語で授業を行うクルージュ音楽院が新たに創設された。名称は1931年から音楽演劇アカデミーに変わった。1949年、 共産党政権が樹立されると、ルーマニアギリシアカトリック教会が禁止され、教会財産が国有化されるか、ルーマニア正教会に移情され、音楽アカデミーの本部はレジェリー通り25号のクルーズ統同一進学アカデミーの建物に移された。1950年に、ハンガリー系の音楽院とルーマニア系の音楽院は合併させられ、名称も音楽院に戻され、 トランシルバニア公母地下インシュトバーンの聖火に校舎を移転したが、後にギリシアカトリック教会の神父養成学校の建物に移り、現在に至る。共産党政権が崩壊した1990年には、再びアカデミーとなり、クルージュ音楽院の最初の学長であったゲオルゲリマの名が冠された。現在では3つの学部が設置され、音楽学、音楽教育学、指揮、器学、 声楽、ダンスの演出と教育学、オペラ演出などの学科がある。ありがとうございます。